今日はね、私はこの日をめちゃめちゃ楽しみにしてたんですけど、ね、銀さん。え？ね、何？こないだ悪巧み一緒にしたもんね。したっけ？ちょっと待って、何の話か分からんぞ。どういうこと？一緒にさやねを困らせようっていう作戦やったやん、二人で。なんかあったね、覚えとる？断片的にさやねなんか家届いたっしょ。覚えとる？届いた。なんかね、荷物送ってくれるのめっちゃ嬉しいよ。お菓子とかさ、送ってくれるやん。あの頼むからさ、あの送り主ブヤっていうのやめてくれない？ブヤ送り先さやか、送り主ブヤって届くよいつも。さやかさんですかって言われんねん。ブヤさんからお荷物ですって言われんねん。まあでも合ってますからね。間違いじゃないもん、だって本名みたいなとこあるもん、ブヤって。あ、そうですって言うけどさ、毎回笑っちゃうんよ。で、最近困った。それでなんか困ったものを送りつけたったんよ、私と銀ちゃんで。あのね、3つ届いたさ。そうやろ、で3つ送った。2つはね、めっちゃ嬉しかったんよ。え、何入ってたの？プリン、壺に入ったあのめっちゃ美味しいプリンと、水、はいはいはい、水と水、思い出してきた。ここがね、これどうしたらいいのって私聞きたいんだけど、なんかあの、これ心が沈んでる時に読む本みたいな。あれ結局それにしたんだっけ？結局それにした。あの深夜テンションで選んだやつなんですけど、結局それにしましたね。はい、あの心が沈んだ時に見てもらえればいいかなと思って。開けて何これってなって、とりあえずそっと旦那氏に見せたよね。これ届いたんだけどどう反応したらいいと思うっつって。でその後どうなったの？え、とりあえずね、旦那氏はね、爆笑してたのと、私はあの半分ぐらいは読んでみた。あ、読んだんだ。半分言い過ぎた、3分の1は読んでみた。ごめんね、全然心沈んでねえしさ。この本は一体何が言いたいんだろうと思って。え、だから沈んだ時に見てもらえてたから。あれは何を意図して送ってきたの？え、なんか、いや、よくわかんない。兄さん、兄さん、急にそっち側に回るのやめて。一応あの二人で悪巧みしたっていう動画が公開されてるんで、すでに。嘘、え、もう公開され、そうかな。あの天然出さないでほしいんですけど、あのこの動画が公開される頃には公開されるよって言ったの。暗黙の了解なんで。天然、今もう公開された、見てないけどみたいなリアクションはちょっとやめてもらって。いや、ほんとそう思っちゃってさ、あれと思って。結構ブヤさんの動画チェックしてんだけど、おかしいなと思ったんだけど。あ、そういうことね。で、そういう流れみたいな、そういう台本的なね、そういうのあるんでね、やっぱ我々動画投稿者なんかはね、いや、だってさ、え、結構前じゃないそれやったの。いつやった？ 1 ヶ月前ぐらい？7月の頭らへんやったで。あ、そんな前？あ、1ヶ月前ぐらい。いや、もう覚えてないわ。でもね、あのね、プリンはね、ものすごい美味しかったよ。いや、あのね、プリン実はね、あのさやねが1回目違うやつを送った時めっちゃ喜んでたから、これは送ったらないかなと思って、ね、そう、あれめちゃめちゃ美味しくて、ね、一瞬でないなった、あ、本当？あー、よかった。で、水はさ、尿管結石やらかした後からさ、ちゃんと水分取るようにしてるから、水めっちゃありがたくて。でしょ、それもあったからね、やっぱ水飲んだ方がいいかなと思って。しかもゴミにならないラベルなしのやつを銀さんって選んだんだよね。そうすごいなと思って、ね、優しいなと思って、でも、あの本だけは、え、これは何かの重しに使えばいいのかなとか。気分が沈んだ時に見てもらえば。私そんな気分沈むこと多くないし、あの沈んだら二人にまず泣くから、あのあれさ、ちょっとさ、待って待って、ちょっと待って、あの我々どういうテンションであれ選んだか、ちょ、あのリプレイ見ていきたいんだけど。ちょっとそれ私も見たいわ。さや姉がイベントいっぱいあったから充実してて楽しいからいいよね、だけどやっぱ体力には限界があるから、なんか嫌がらせしたいよね。あれなんで嫌がらせになったんだっけ。なんかダダ漏れたよ今、ポロって。嫌がらせってなんやろ。まあちょっと困らせてやろうぐらいなね。そうそうそう、困らせる動画を撮ったんよね。なんかそうだね、なんか便利なものだけじゃなくて、ちょっとっていうものを送りたいねっていう出来心だったのはなんとなく思い出してきた。まあでも人間なんでメンタルの浮き沈みはあるかなと思って、自信がなくなった時とか元気なくなった時に
ちょっと前向きになれそうな本があるといいかなと思って。で、嫌がらせである送ってくれたの？いや、嫌がらせって言うとちょっとね、いろいろ怒られそうなんで、ちょっとあれは嫌がらせじゃないんですけど全然嫌がらせじゃなくて、あの素晴らしい本を送らせていただいたんですけど、なんか、ね、いい本だったんだ。でもね、書いてることはね、すごい前向きになれるようないいこと書いてた、いっぱいでしょ。うちらの3人グループラインあるじゃん。昔さ、私が自己肯定力上がる本みたいなやつ話した時に見たいって言ってたんよ。だからそっち系の本好きかなと思って、それでその選んだみたいなことだわ。それだわ。私が見たいって言ったのは自己肯定力を上げるやつであって、なんかちょっと違ったような気がするけど。え、待って待って、ブヤさん送った本の中身覚えてる？なんかね、待って、今クリックしただろ、今クリックしただろ、今確認しに行っただろ、おい、忘れちゃったのか、忘れちゃったのか。え、私が読んだ範囲は、他人と自分を比べて落ち込むのはやめましょうみたいな。自己肯定力じゃん。そう、最初税金対策の本か自己肯定力上がる本かどっちか、どっちが好きって聞いたよ私。あ、そう、聞かれた聞かれた聞かれた、税金と自己肯定力どっち好きって連絡したの。意味のわかんない、自己肯定力かなってきたから自己肯定力の方を選んだ。だから税金ってきたら税金対策の方を選んだよ一応ね、所望するものをね。そう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 、サヤネにとって必要なものを送りたいから、うん、この質問はそこに繋がってたのか。そう、ここに盛大なフラグを立ててたんですよ私は。全然わかんなかった、何言ってるんだろうと思って。一応ね、ストーリーが繋がってたんですね、私のあのね。うわー、今すごいビビビッときたわだから、さやねーのことを思って送ったやつなんですよ、私と銀さんで。だからとりあえず、全部読め。誰か朗読してくんない？あ、やろっか読んでほしい、あのね、めっちゃくちゃ読むの大変なの。でも絶対寝るからな、絶対寝るからな、私が朗読したら絶対寝るからな1ページ持たない気がするAmazon から届いたよ、うん、あれ宛先、さやか、うん、クリニック屋で開けたらあれが出てきた時の私の気持ちわかるじゃあ再現して再現して。あ、なんか上から届いた、また宛名混乱しとるわ、ビリビリって開けてパッて見て、えつって一回そっと本を置きましたで、旦那にどう思う家族会議されてるじゃん、うん、これはどう思うって聞いた家族会議されてたの私。え、どんなテンションで言ったのそれ。もうあの今の淡々としたテンションで言ったのそれ。淡々とした感じでスンってなっただってさ、分からなかったんだよ、笑えばいいのか言わせばいいのか、何の意図があって送ってきたかが全く分からなくてそれもでも うちらね、最初懸念してたんだよね銀さん。うん、でもそれは計算通り、計算通りだよね。作戦大成功、イエーイ、困らせてやったぜ。ちゃんと役に立つからそれ。じゃあなんか落ち込んだ時にちゃんと読むよ。ちなみにね、あのね、さやねーがね、どっちなんだろうって考えるのはうちらね、予想しててね、最初の人付き合いの考え方みたいなさ人間関係の本みたいなやつ送ろうかなと思ったんだけど、これさ、でもさ、うちらから送られた時にさ、さやね逆に心配にならんから大丈夫かなみたいな話もしたんだよね。それは多分聞いてたと思う。ええって多分2人でこう連絡してたわそうならんところで税金か自己肯定力で。でも結構ギリギリなんだよね、それでも多分内心、え、どういう意図、え、これどういう意図、え、どういう意図っていうのをぐるぐる考えて、なんかえってなるだろうなっていうところまで計算通り、完璧でしたよ、うん、えってなって本を一回テーブルの上に置いたからだいぶ考えた。まあでも喜んでもらえたんならよかったわ。よかったね、送ったかやった。もう次さやねと私デキンさんに突然なんか送ろう。なんかあ、いいね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 、やろうやろう。何その爆破予告みたいな何送ったろうか、突然田中なんか送ったる絶対いらねえあの消費できるものでお願いします消費できるものか食べ物系や。食べ物だけだとちょっと面白みがないから、やっぱ思い出に残るものとか送りたいよね。残るものを送られたら多分捨てるわありがとうって言って、ありがとう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 って言った後にこうおたき上げっつって、おおおたき上げされちゃうよこれが大人の対応か。